はい、OK です。回ってます。はい。スエロ TV。あ、そういうのやってません。TV。2本目ですね。あの初の2本撮りやわ。完全シカトリックからもう。TV。やめろ。最近こっちです。うっとうしい。なんか役年らしいですね。役年やな。翻訳やわ。そんな気にしてましたっけ？あ、でも人生、いやもう今回の、うん、その前役を経験した上で人生2回目なんよ。うんうん、役がそれで確信した役は一発目いつなのその役は24か24、5、6っすよね。23、4、5でしたっけ役って。多分そこらなんよ役年。うん、多分24からやで。で俺24で俺上京して家なくなってマンボウ住んでたから。そんな時期ありましたっけ？あった。お前と出会う前やな。24やね男。そうやろ、うん、24で上京してもうめっちゃカオスやった。もうそのプライベートにしても家なくなったにしてもなんかなんていうの、しかも歌舞伎町出てきた時に黒い営業してたから。あ、そうでしたっけ。うん、すぐ売れたんすよね。でもね、すぐ売れたけど荒れてたな。ほんまになんか色恋本営みたいな LINE やった。出会った後ぐらいになんかお高く泊まったブランディングを心がけていった時にはもうなんかそんな色恋だなんだな感じじゃなかった気がしましたけどね。その前よ。その前がほんまに地獄やった。あ、そこ減ってるんだ。ちゃんとそこ減ってるよ。あ、減った上で、うん、ホストは絶対に軽減するやろ。ハイキックの時ね。ハイキックの時っていうのやめろ。お前ちょいちょいさ、カメラ回ったお前さ、俺を潰しにかかる。いやいやいや、だってほら誰も知りえへん情報は、まあ、確かにここにしかないから。確かにな。ハイキックの時です。ハイキックの時か。俺が入ったその体験入店来た時に帝さんがリシャール入れてたのよ。もう俺なんか京都時代なんかシャンパンドンペリ6万で、うん、シャンパンだから1万のシャンパンを5本とか入れて5万でわーとかやってた時期にこっち来たら最低シャンパンがまずアスティで4万で誰が入れんねんとか思ってたらリシャール入れてんのよ。その時140か170か小径それぐらいやってんな。そんなんでも見たことないからなんだこれみたいな、うん、白スーツ着てた。それもダサいな。いや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 、昔のエピソードってやっぱダサいよね。白スーツ着てて、うん、気づいたらなんかヒョウ柄着始めて。そうやな、ヒョウ柄の上下みたいな。そうレディースのライダースのやつに、うん、ちょっと黒のちょっとなんかタンクトップみたいなロンティーみたいな着てでヒョウ柄のパンツ履いてあれですよ、ロングブーツ。いやもうなんか絵作らんからな。もう流すからな。でコサージュ。いやもうやめろ、もうコサージュっていうワードやめろ。あとハット、うん、こうハットハットスーツロングブーツ。すごいな、過去は恥ずかしいものやな。あれがもうめちゃくちゃかっこよかったのあの時期。いやとりあえずコサージュ欲しかったもん。で俺三河さんにコサージュもらったんですよ。ダサエピソードやな。白と黒のバラみたいな。コサージュっていうワードさ、今知らんか。コサージュ多分知らんのちゃうかな。コサージュつけてベスなんか、あ、おばちゃんがつけてるな。あの三冠日につけてくるあのブローチみたいな。そう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 、あれをつけて、あれみんなつけてたよ。 あれみんなつけて、俺も歌舞伎町出てきたらみんなつけてたよ。そう、あ、そうなん。そう、それでなんかつけてると思ってそれ売ってるとこを聞いて買いに行って俺もつけてたんよ。そうだからもうあれよくよく考えたらさ、三冠日のお母さんがつけてた。でもあれが流行ってたよ。あれめっちゃ面白かった。あれです、川野から出たこういうネクタイが出て、そうや、そうや、あのなんかなんて言ったのあれ、超ネクタイでもないし、超ネクタイ風のなんかあれなんかパーティー系のやつやんな。そうそうやわ。それつけてずっといじられてたの。でもあれイコール俺みたいになって、あれつけててんな。それであとなんかあの段々のシャツだな。そう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 、ブリーツが入った、うんうんうん、なんかちょっと王子系のやつな、うん、あれにこうやっとったの。そうな、そう、洗剤ないん素材ちょっとあるんちゃうかな。送って、なんか俺だばっかりなんかさ、あの言われてるからちょっとお前のもちょっと貼り付けたいな。なんかありそう、探しときます。あれおもろかったよな。あと鳩胸、あのシャツで鳩胸めっちゃおもろかったよ。なんかガタイよく見えんのよ俺、鳩胸やから。だからやっぱさっきの動画の続きじゃないけど、洗剤はほんまにやっぱちょっと演歌歌手意識してそれこそな、あのカッコつけんでいいわ。いやいや、なんかでも俺あのロン毛で
茶色の服着てタバコ加えてるやつの時めちゃくちゃモテたのに、うん、なんかたまたま指をこう入れそうな手でこっちじゃなくて三河さんずっとこれなんなんこの手ダサいねダサいね指の引っ掛け方がダサかったギリギリ入れるか入れへんかのシーンに奇跡の1枚が撮れちゃったのよ。あれでもその時僕多分送り1位撮ってますよ。あ、ま、写真指名も一番やし。あ、だからその面白潜在写真として面白じゃなくて、そのみんなは顔に目が行くのよ。いや違う違う、違う面白潜在写真として多分じゃ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 あれ指に なんこの人ハト胸やんみたいな。それで言ったらちょっとハト胸呼んでみるかみたいな。ハト胸パーティーやろうやん、あのエクステハマって、ね、いやもうその話もういい、もうその話もう3回目やねんお前。片っぽだけこうやってやって、もうそのもうそのダサいエピソードいいわ。もう絶対だってもうホスラボホスラボと合わせた3回目やろこのエピソードやめえ。あれなんなんその何の影響なんすか。宮城っすか。じゃだからそれこそそのなんていうの、迷いながら答えを見つけ出していったわけよ。でそれの結構2個つけたり片っぽだけにしたり巻いてみたり、あもうそれもこれもいろいろいくら喋っても洗剤あのそれも素材使わへんから出てこうへんかな。あの無理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 もう使わさん、それはいろんなあったもうそれはない、それはないわ。あの時 何を参考にしてたんすか。いやもう分からへん。いやなんかもう多分見失ってるんやろな。で自分を作る上でのあの多分寄り道や、寄り道がある中で自分って形成されるやろ。でもあれ下手なことするだからもうこうしたり、そうそうそれね、サングラスしたり、そう鳩胸したりな、鳩胸はしてる、いろんなことをした上で今のクマのシーンが成立してんねんから。でも別にいじってないですよ。あの時に一番最初から SNS やってたの三河さんだけです。ブログ毎日更新して、それしかなかったからな。俺真似して毎日書いてたのよ結構長いの、うん、7色のヒゲとか何ちゃって結構いや言ういやいやいやそんなんあったっけ。なんか夜二日酔いで、まあ、真っ青な時もあるとか真っ白なってる時あるとかなんかそんなんで、そういう自虐系のブログめっちゃ書いてたのよ。めっちゃ評判でしたよあれ。だから三河さんがいつも俺やっぱ俺より売れてるから、うん一緒に住んでるじゃないですか、うん、俺三河さんより先に寝たら負けると思ってるから携帯いじりたいのに、うん、そんなに相手おらんからいじれないんですよ、うん、だから三河さん寝るまでブログ書いてたの。あ、そうなの。そうそうそうで寝て、だそれずっと更新してたんですよ。でも三河さんのブログは何万何万 ?100 万ぐらい。そんな言ってた月間俺全然見てなかったわ。言ってて、うん、その時 そのいつも写真を載せるんですよ。載せてた。その写真をね撮らされんのよ。撮らせてた。めちゃくちゃだるい。もう違う、この角度じゃないみたいな。あ、じゃあもうまさにそれよ、潜在の極意。あの、ほんまにもうそう、何回も何回も妥協せえへんのよね。妥協したらあかんねん。それが、クマいい、クマシーンいいとか言って、もう最悪携帯忘れた、うわまたや、みたいな、あちゃうわ、これ、みたいな。で、途中からそれをやったらええねん、タケルとかそういういろんなに振るようになって撮ってもらう係の人にな。あれもだるそうな顔で撮ってたよ、みんな、うん、苦笑いしながら。で、イオリがうまいのよ、イオリってやつ撮って、うんあのいいっすねこれとかって載せちゃうの。だからまあまあでも OK になっちゃうのよ。これめちゃくちゃかっこいいっすよみたいな。結構ちょろいっすもんね。それこそ今思いついたわ、これこういうのを俺はインスタで撮っておきたいんよ。だからこれ撮ってください、この2人の写真。ちょっと僕こだわり強いんで多めに撮ってもらって。黙れよ写真基本 NG ないから。俺この前なんかさ密着の動画撮ってもらって、はい、ヘアメイク中横顔撮られてたんやけど、うん、ずっと20話後やってさ、うん、見て画角変えろよあれ。あれほんま30秒ぐらいずっと20話後やって。じゃあそれ多分30代な。俺もうなくなったわ。えっそれ引き上げたからでしょ。引き上げたから。あ、あったんすかって。あ、もうだってもう俺手術なんか全身麻酔の途中で起こされて、うん、脂肪見られますかみたいな。え、あ、見ますって言って見たらもうこれぐらいあった。怖っ。これがついてんねんな。ここにね。お疲れ様です。俺お客様の20話とかむちゃくちゃいじるのよ。もう太ってんなみたいな。あんでやばい。だからあんであれアップされてから言い返されるかもしれん。なんかでも整形させてくれない。なんか脂肪というかたるみなよな多分そのここのやつ。俺もうシュッてなったからな。いやいやそう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 、小顔ない。まあもともと顔ちっちゃいけど、あげくの果てにこの年で美容に目覚めてしまったから。もともと美容好きで SK-II のつったのよ。もうその話もいい。もうホスラボで話したぞ。半ばぐらいから。お前でも SK-II 確かに肌にはいいねんけど
匂いがオバハンなんだよ。だ顔オバハンの匂いするんだ。誰がオバハンの匂いやオバ。もうやばいぞお前。え、でもあの頃お前じゃあ逆におじさんの匂いしかなかった。多分ストレスでさ、あの帰り際ニンニクのもんをよく食べて帰っとく。いやいや、ね、だからお前の部屋ニンニク部屋って言ってたから。ニンニクのもんよく食べて帰ってたんじゃなくて、サムギョプサルしかいかん時期があったから。それ俺あん時ニンニク下げてたやん。いや俺ニンニク NG やって。目の前ニンニク置かれて食うやんか、そんなもん。いや週8ぐらいで朝にもあの何なんか食って帰ろうぜみたいなんで、どうせ何食うんですかって聞いても絶対サムギョプサルなのよ。いやそれはないよ。あるいは最初の方とかはカレーハマってて、うん、あの店のすぐ近くのなんかカレー屋でバターチキンカレーを日々毎日。じゃあもうハマったら俺一個のことに集中しちゃうんよ。岩本九ハマった時もうそばだけ、うん、もうそうブームがあるんよ。すごいとことん。だからもう今 YouTube よ。マリオ、マリオハマ、マリオやで。もうマリオも話もしたやん。スーパーマリオずっと。もうマリオの話もしたやん。営業させ。早く帰ってこいとか言われんねん。マリオするからよ。いやなんか俺のなんか毎日を頑張る、なんていうの、糧はオフの時しか見出せんから。あれでもほんまに裏で全員またマリオって言って、あれすごいのが4人でマリオできるようになって、4人でやったら4人中3人嫌やのに。やりたないのに苦笑いしながらふんちゃらってやってるからね。あれやってたな、うん、いやもうそれは自覚あるわ。あの一生クリアできんあの面をやるっていう、うん、これクリアするまでやろうみたいな。もうええて、うん、あったわ。ええてみたいな。あとなんかあれ呪いの、俺怖いのダメなのお化けとか、なんか呪いのビデオを一人で見ろとかって見せられてた。あれなんなのあれ。俺を強くしようとしてた。いやじゃああれはなんかちょなんかちょっとでもなんかなんていうんかな、わからん、ジャイアン体質やね。いや知ってる知ってる。もういじめたくてしょうがない。なんか可愛いものってじゃあ可愛いものっていじめたくなっちゃう。俺のび太体質じゃない言ってるから、あのずっと言ってるけど、うん、あなたと出会うまでこんないじられたことないから。ちょっともうそいやでもそれを俺が見出したんよ。いやほんまにそれで今の熊のシーンがあるわけや。確かにそれはでもレベル上がったっす。ツッコミ強なったっす。もうなんか全部を見出した人かもしれへん俺、うん、いじる側やったからね。あとやっぱさ今のその店の発展にも俺は多分見出せてるルーツを最近見たね、うん、ユグトラシン負けた言うとったやんか、うん、万年2なんよ。そうその万年2ってめっちゃ強いんよな。ずっと2番で1番を目指し続けるから。ああなるほど。だけど俺はもう ずっと1番やった人が、そう1番やった人が、うん、あの取り組んだら1番になれへんことに対して、ああなるほど、負け慣れてないから。そうああなるほどなるほど。でその負け続けてるわけよ今、うん、現状その負けに対して受け入れきれてないとこが多分その形とか行動に伴ってないとこなのかもしれない。結構やっぱルーツってあるで。確かに負けれるっていいっすね。僕ねずっと負けてるんで、そこが多分ここまで来た、うん、成果でもあるよな。よかった1億、あの1億ちゃうわ、ギリギリ負けて年間ね。いつかさ勝てればいいな。はい、前もなんか一番の景色まだ知らんやん。知らん知らんのよ。知らんよな。そうなの。じゃこれがマウント返しです。いやいやでもほんまに、でもそれは俺じゃなくてうちのキャストに見せてあげたいね。そうやな、うん、うん、一番の子を作ったになりたいんで、まあそろそろ来ますよ逆襲の一番手が。じっくり育ててるんで。俺はとりあえずフィールドに立つことやな。そのエルコレさんやと何位ぐらいなんですか。ずっと12、11。おお、三河さんのとこでも11、12なんですか。先月も11やったわ。へえ。だからまた広告がトップ10やから乗らへんのよ。11が1回トップ10ぐらい入るんですね。最高7かな。7だ。ああの結構上がったって言った時で7だ。そう、7。へえ、やっぱ強いっすね。6、7戦上がって7かな確か。ほんまに11が多いな。うん、それこそうちのユースとデュオもずっと11、12、13ぐらいです、うん、トップ10入れないです。なんか最近思ったんやけど、ホストクラブを作るって大変やな。っていうのは、うん、5000万以上からさ問われるやん、お店って、うん、学校の延長線上のさなんかどこない、ホストクラブ学校の延長線上で行くと多分5000までやったんですね。そうなんやな。それをなんかすげえ俺は感じてしまったわ。学校になってるわまだ。うーん、ホストクラブ
ていうのを作るにはもうちょっとなんかいろいろ考えなあかんなと思って、でブランドじゃないですか、キャストのブランドとか店舗のブランド、価値売る領域いかないと多分7,000-8,000アベ難しいですよね、うん、だからもうすごい、もう俺にはできるかできひんか分からへんっていうところでもうすごい悩んでるわ正直。まあやりきるけどな、うん、うん、まあでも歌舞伎町一番って言われてる箱でやっぱ一緒に働いてたんで、うん、そこ見てるんでいけるんじゃないですかやっぱり。あの時ってさ、うん、まあ冬月の前身コーンウォルとさ歌舞伎町一番やったよなって言われてましたよね、やっぱ並んでたし、うん、有名でしたよね。だって8時以降初回入れるなって店ないっすよ。ないよな。まあそれ怒る人もなかなかおらんねんけど、うん、1人だけおったのよ。誰？大鳥帝っていう。枝でしか入れへんっつって。外やな。ある意味。自分だけ。ね、7時台に入れて、まあもちろんオープンからおるから、三河さんは。それ取って。うん、で、他のやつらはもう8時以降はもうヘルプ回っとけと。悪いやつですよ、本当に。どう思います？ほんま。でもそれがでもまかり通るぐらいカリスマやったんですよ。あとブランド化したんやろな、うん、それが入れへんっていう店 で、 あ、そうですね、で口コミで広がってみたいな。結局さ、でも SNS 含めてさ、今も口コミよな、うん、結局今の時代もディゾン流行ってるって聞くんよ。口コミ大事っすよ、尺に触るけど。だからなんかこうどう思って帰らせるかっていうより、僕的には帰った後に何を言わせるかの方が大事にしなさいって言ってるんですよ、うん、そうやな。結局店舗、うん、ね、初回うちも200とか300ぐらい入れてても、うん、まあ、もうリピートで帰ってくるのが20-30%ぐらいなんで、うん、それ以外はもう結局来店せずに終わっちゃう、うん、その子たちが何言うかっていうのをこだわれっていうところ で、うん、でやっぱそこのクオリティを上げたいなっていうのはずっとトライさせてますね。そうやな。あの時ね、でもほんますごかったな、あの SNS ない時代だから口コミしかなかったじゃないですか、うん、最強でしたねあれね、うん、やりやすいっすよ。だから逆にだから今もうほんま表口コミよな、うん、表口コミをどんだけ各コンテンツで作れるかみたいなところなのな、うん、だからもうとりあえず俺がコンテンツ化せんと多分もう話は始まらへんような気がした。やっぱ話題作りってエクステじゃないですか。なんでやねん、なんで戻んねんお前、すげえなお前。なんで今俺エクステつけんねん。いや逆にっすよ、うん、え、いけんねん、ちょっと待って、お前だけやぞ。てかちょっと待って、なんでエクステつけんねんって言うけど、ちょっと前までエクステつけてるみたいな髪型してたじゃないですか。いやもう何年15年前やぞ。いや違う最近まで、最近な、あの髪型はおかしかったよあれ。よく数年間疑問に思わんかったっすね。いや疑問に思ってたよ。もう2年目ぐらいからなんやろこの髪型と思ってて。だけどなんかキャラクター化したら楽やな。まあ確かに、うん、そっからな、あの髪型がな10年続くんやけどな。あれ10年やっていました。あ、10年やってた。え、うん、やば、10年あれやったんですか。そう、気づくの遅かったっすね今回ね。いやなんか向き合いきれへんかったよな。やっぱだからそれ地毛やったからですよ。すぐやっぱ切る判断できなかった。あれエクステやったら取ったり外したりできるから、いや一回始めたらやめれへんみたいなとこあんねん。確かに、やっぱ物事って。それと伸ばしきったらよかったの。なんでやねん。あれ以上伸ばしたらどうなんねん。でもうちのグループでもラスク様ってロン毛の売れっ子いますよ。2億あおるよな、はい、うん、すごい真面目らしいですね。だから逆になんかさ、リベンジャーズ流行った時あるやん、はいはいはい、ラスク様がドラケンしてたんや、はいはいはい、俺もなんかそのイベントでドラケンしてたんや、うん、ほんまに申し訳なく思った。なんかもう邪魔や。ホスト上がったやつが何邪魔してんねんプレイヤーのみたいな。てかラスク様認識してるんですね。してるしてる。俺ホス狂いよ。だってもうホス狂いとホス狂いしただけやからね。あ、出た、うん、出ました。いやもうなんか嫌やわこのなんかどや感が。ホス狂いとホス狂いしただけ。さすがだな。俺見ろ。なんか俺どや感するんやめるわ。現役の時、うん、俺どうやったかなって思ったら、ホス狂いとホス狂いしただけやな。もうなんかお前さ、なんかちゃうよな。俺のさ、なんかワードをさ、変なアウトプットの仕方してくるな。ちなみに。その21ぐらいからずっと来てくれてる子たち、うん、また2人ぐらいたまに来てくれます。あ、そう、あと懐かしいな。懐かしいの話とかもう俺覚えてんね、未だに。あ、覚えてます。うん、三河さんの
ちゃんの枝ですこれ全然絶対使わへんわ。いやいや、これはピー入れたら全然使っていいよ。名前だけピー入れてくれたら、そのあれですよ、三河さんが、うん、まあ、4,50 ぐらい使ってくれるお客様の枝できて、思、うん、っきり僕本営かけますって言って、あ、そうや、そうや、出会った日に言いました。そうや、まあ、もうあの別枠、相番じゃなくて別枠で考えてくださいっつって、なんかな、なんか相番ってさ、本営かけますは使っていいんか、これもうええか、15年ぐらい前まあだいぶ昔の話だからな枝って俺制限したくなかったんよ。枝制限ないホストってめっちゃかっこよくない？うん、好きに好きに自分の好きな営業スタイルであれしていいよっていう、あれかっこいいと思うわ、ホスト。まあなんか今の店の子でもな、たまに言ってる時、うわかっこええやと思う。なんか枝制限なしみたいな。だけど枝制限でなんか店で外で会うなとかさ、うんうん、なんか電話すんなとか、いっぱい制限かける子もおるからさ、制限ない子かっこいいと思うわ。僕は自由ですよ、枝。うん、俺もだってもう自由で、はい、もうな、一応確認はしますけどね、枝いただもらったりとか、俺好きにせいしか言うとこないもんな。相手できないからでしょ、だって違う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 、把握できない、違う違う、それはあれやで、なんか例えばまあ俺分母が多いから、枝でダメージ食らってもこっちが売れたらいいと思ってるから、うん、周りが、うん、愛やな、うん、愛ゆえに好きにせい、はいはい、愛ゆえに好きにせいです。なんか名言化されるのめっちゃ嫌やわいやでも三河さんの枝はね、やっぱ熱い子多かったんだよね。あ、ほんま。でも三河さん枝くれへんのよ、基本相場になったら、その嫌らしい、やりにくいっていうか、あ、やりづらい、そのヘルプ側、三河さんのお客様の方と仲良くなってるから取らしてくれへんくて、うん、あ、でもあれあれ、あんま相場なかったっすよ、あの、オスンが嫌いやったんよ、枝を。あー、誰誰でみたいな、たえさえさ、あれあれ、あの時さ、俺なんて言われてたかっていうとさ、熊のシーンばっかり可愛がって、マジで、いや、枝全然もらってないですよ。そうなんよ、僕全然取ってない。実はそこだけひいき目じゃなかったよな、うん、でプレイヤーはもうプレイヤーみたいなとこあったやん。別に三河さんの枝もらおうと思ってない。その枝なんかもらったらもう大変やで、もうこっちマウント取れへんもん、多分。そのテーブル上で4人で喋ってても、その僕結構ポジショニング大事にするんで、お客さんとできないです。後輩とかの方がやりやすい。未だにカメラ回ってポジショニング意識してるからな。俺よりちょっと上やいやいやいや、だから遠くないよ、もうマウント取ってきてるからね。撮る前にこっち座ろうかって言ったら、横座ってんの気持ち悪いでしょって配置がねって言われたから、ここに。今はここやからな。いやいやいや、そんなことない、今はここやからな。そんなことないです。だけどやっぱな、俺がここに並べばいいって思ってるだけやから。だから、いや、相番はほんまにそのリーヤ君とかの方が撮りやすかったですね。あ、確かにな。美味しいな、ビール。うまいっすか。うん、まあ俺と喋りながらのビールはうまいやん。そう、でも舐められたもんやなと思って、お酒買ってきてって言って、うん、2本しか買ってきてない。こいつ家でもずっと飲んでてあの時はね、うん、いや、家だってほら、僕家飲みやってたよな。喋りながらお酒飲むのが好きなんですよ、うん、別にキャバクラが好きとかなんかそういうわけじゃなくて。あ、そうやな。みんなで酒飲んでんのが好きなんで。いや、ちょっと聞き捨てならへんけどな。ねえ、いやいや、キャバグル行きあったやろ。いや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 、でも一回三河さん連れてったのよ、勉強しみたいな、キャバクラ、歌舞伎町の。ほんとなんか連絡先交換してください、断れんくて交換したら、めっちゃ営業かけられてんねんけど、どうしたらいいかなとか言って可愛い。僕だって北海道行った時に、うん、場内入れた女の子おるんですよ。で、その子連絡先交換して、1年間ずっと毎日 LINE くれたんですよ。すごっ。だからその後北海道の時に、うん、あの行きました。ずっと返してなかったんですけど、うん、で、あのありがとうってすごい頑張ってるねって、うん、シャンパンだけ入れて、でも連絡返さんからいらないよって言って終わったっす、うん、で、大事、その豆さすごいなと思って。1年間、いや、あと、そうやな、うん、やっぱ豆よな、ホストは、うん、豆さめちゃくちゃ豆じゃないですか。それで親指の形おかしなったんですもんね。そうや、それでおかしなった、広がっていったなんでやねん、おかしい。ぬこね、ぬこ。でもちょっと今、未だにでも昔使っとったさ、絵文字癖あるわ。スタンプさ、猫じゃない。そうやったっけ、三河さんの見てないな。あ、確かにいじれるのに忘れてたな、そんな。全然猫好きな、あ、猫好きやん。俺猫好き。そう、道端に猫をおったら、うんみたいなすんの、野良猫みたいなね。な、どこがや、天ぷらやないかいさスタンプ天ぷらやん。
揚げ物なんか天ぷらばっかりやんけ最近天ぷらばっかりやんけえずっと天ぷらどこが猫なんですか誰に送ってんの猫いやちょっとそれ違う人に送ってるかもしれない猫俺絵文字あれで天ぷらと猫しか使えないスポンジボブも来てるよ誰の影響若い女ああ猫あったあそれそれそれ動くしょぼい猫そうそれ使ってるそれメインやそれと天ぷらが俺のあのレギュラーやわ何何誰に送ってんのその天ぷらなんかえいや基本男女問わず関係なく使ってる天ぷらうんこれなんかそういう人なんでこういう人可愛いの使うのよねうちのシュンもスヌーピーなんですよ、うん、スタンプいや多分怖がられるからちょっとでもマイルド化しようとしてる多分あれあそういうことマイルド化するための天ぷら多分それやと思うこれからだからね三河さん姫で通ってくる姫これから天ぷら来るから天ぷら送られます俺も天ぷら使おうかな今後揚げ物なんか食ってたかな三河さん何好きやったかな俺なんか偏るよなうん偏食なんかほんまカレーブームあ未だにそうやね今俺サラダにハマってんねや何それなんかまず野菜ミックスあれやん、うん、あのコンビニベビーリーフやったっけあれにハマってベビーリーフミックスと、うん、その横に置いてるなんかサラダチップスみたいなのあるやんなんかあのサラダに添えてクルトンみたいなナッツとかあれサラダに合うやつそれプラスサラダスパイスみたいな、うん、とオリーブオイルでオリーブオイルを2、3週かけてあえてそればっかり食ってるわ、うん、へえ。今サラダブームよかった今あんまご飯行かんめっちゃうまいそサラダばっか連れてかれたらもうやってられへんよだからもう家でおかわりしても酒飲まへんもんねあ飲まへんサラダと酒ってねあかんやだってもう基本さお、ま、酔ってるお前とシラフでずっと話してきたからいやすごいだからもうそれが日常やったんよ、うん、基本別に まあ、すごいんか俺が上手にトーク回しただけちゃうそれじゃあ俺が聞き上手やで聞き上手ではある、うん、それはほんまにそう聞き上手やし、病んでると一生喋ってるなんか。あ、それはそうや、うん、そうや聞き上手確かにね声がいいんですよ、多分声いい声してるコメントに声いい書いてもらえてるわあの、渋いっすよねそうなん、うん、なんか自分の声ってわからんくらいあー、でもそうかも YouTube やってたら僕、よう通る声なんですよあー、確かにめんこと安心だから電話強かったんじゃないあー、そうかもしれへんわほなんなー、言うてうん、言うてた、うん、え、今も言うてるわほなんなほなんなよう電話してたもんなプレイヤーの頃はな電話、そうそう電話が習慣やったなえ、でもそれもなんかちょっとさホストの話になるけどやらしいななんかあの依存性を高めたかったよなうーんなんかもうその人あ本端の人に限ってやけど、うん、その本担としてる人に対しては人生の中心が自分じゃないと嫌なんよだからもうジャイアンと一緒やな、うん、だから俺はなんか優しいジャイアンを意識してたからやたらジャイアンえオレンジの服着たいんやそしたらそういう問題じゃないんよマインドの話でオレンジの服着ても売れへんやんいやホストって優しいジャイアンじゃない売れてる人あでもそうですねだから俺のものは俺のものはなんかこちらの言葉とかで動かしたい別にその全部がマイナスになるような行動じゃなくて、うん、こうしようぜみたいなだから僕も口癖でしたよその俺が決めたことが正解やからっていうそうそうそうもうだってもうマウンティング営業だからもう規制マウンティング営業が俺熊野真のなんか特性やと思うだからポジショニングを大事にしてる、うん、そうでもその三河さんの豆な話はしたいほんまになんか、うん、あの当時とかも行こうと終わってからどっか行こうって言っても3時ぐらいまで店残ってたじゃないですか、うん、みんな営業して、うん、三河さんの携帯をいじるのが終わるまで連絡するみたいな、うんうん、それのおかげでかいっすねあちゃんとだからしっかりね、うん、今日の感謝の電話をしたりとか初回の子にも電話しなあかんし、うん、とかができてたんですよ、うん、だからそれもなんか経験した上で決めたことやったんやけど新人の頃さなんかやっぱ飲めへんけど飲まされることがあったんよなんかヘルプで終わった日があって、うん、自分が、うん、え何してんのやろ俺ホストやのにヘルプで終わったわみたいな日が自分の中でめっちゃ強い出来事やったんよなんかその日売れへんかったわけよ、うん、俺はで
ヘルプで終わって、で営業後、まあお酒も飲めへんだから飲んだから飲まれて潰れて、で帰ってまたもうグタってなってくたばるだけやん。あ、これが売れへんやつの生活サイクルなんやと思って。だから俺は絶対に営業後、営業後が一番大事だと思ってて、営業後にプレイヤーできるかできんか、ホストで終われるか終われへんかをテーマにして意識してやってたから、多分絶対やったの、その習慣。昔だってあれっすよ、中野まで歩いて帰ってたって言ってました。電話しながらとか。そう、もうプレイヤーで終わりたかった。女の子見つけたら声かけてみたいな。そう、プレイヤーで終わらしたかったんよ。今日もプレイヤーやりました、前に進んでるとか、ちょっとでもプラスになったとか、なんか話術が身についたとか、うん、言い回しちょっと上手くなったとか、もうなんかそれの蓄積するような仕事の仕方が多分俺がなんか取り組んだことかな。それが今できるかって話ですよね。せや。いや、だからもう今のスタンスでやるやり方をまた見つけなあかんから、俺はまた何て言うかな、ちょっと冬眠じゃないけど脱皮する前のもうこの方形状態やわ。うん、あ、方形。じゃあお前のせいでお前方形疑惑出たからな。方形なんですか。方形ちゃうわ。見てないもんね。いや見てなかったも方形ちゃうねん。それ YouTube 上とかって上げられへんねんからさ、それ方形じゃないって言ったもん勝ちみたいな。俺お客さんから俺来たからな、ライブ方形なの。メモ、大鳥三川さん方形説、うんうんうん、ちゃうって言った後、 LINE のラリー止まって、俺方形ちゃうわで止まった LINE が、俺もう先月一番笑ったこと止まってるよ、方形否定して音信不通になってるよって俺思った。真実を伝えるかどうかってことちゃうわ。方形キャラやめ。誰も見てないからほんまに分からない。方形じゃない、一回見せる。俺は方形で見せたくない、それ正直に言うか。いや、それはお前には絶対見せたくないわ僕ズル抜けなんで。いや俺もズル向け。いやほら、それはもう嘘つか、嘘つか。俺はほんまに方形じゃない。言ったもん勝ち。なんでこんな真剣に俺方形じゃないって言わなあかんの、カメラ2台に向けて。だって15年の付き合いでチンコ見たことないって、もう方形以外何もんでもないでしょ。いや、ちょ、まあ、ほんまに方形ちゃう。ほんまそこだけは方形ちゃう。どうやってなんかあんた女の子連れてきてください、山崎。方形じゃないって証明してくれる女の子。わかった、はい、紹介するわ。紹介するわっておかしいやろ。でもほんまに、でもその子ちょっと僕が方形じゃなかったって証明してくれる人、ちょっとあの連絡ください。連絡ちょっとあのガラケーからスマホに変わる。でも火星やったらその時には向けてるから難しいよね、それ。お風呂一緒入ってるとよっぽどの親密度じゃないと無理っすよ。方形ちゃうわ。あ、すいません。これ今回サムネ決まったね。方形ちゃうわ。方形やめろ。どんなチャンネルやねんやばいぞ。大手味方方形って言ってサムネみんな見るん、それ。えぇ、ー、言うて、それでもしでき回るんやったら俺もう苦労してない、うん、いや面白いな。回っても困るわ。俺方形じゃない、ほんまに方形じゃない。じゃあもし方形やったら整形する前に整形してるわ。確かにね、こうやって言ってるわ。こうやってね、そういう、そうずらすのよ論点を、ね、こいつアホやれ、ほんまに。で乳首は陥没っすよね。なんで俺乳首陥没なんで俺乳首陥没や、ここでしか知れない情報やったし。なんで陥没して方形の人にならなあ。なんで今方形の話になったんやったっけな。じゃあもうお前がなんか言ってきたんよ、なんかあの雑会やわ、シーシャバーの会でそれで下半身見たことないの会、ね、あれ一番おもろかった。確認動画でサムネもまだ作られてないからさ、あのなんか切り抜かれ方がさ、大手味方方形施設っていう字幕の状態で俺お前に送った。そうそう、見た。あれめっちゃおもろくなかった。あれ見た。だから方形やもんね。これだからもうちょっと俺初めてやれ、確認してくれって言われ言ってないやろあもうこれ絶対いじられると思って。一緒に温泉行きましょう。で温泉も一緒に行ってるよ。いや俺もう男と風呂入りたくないねん。あ、女の子ともそうやけど。何があんの。なんか嫌やねん、見せたないんよ。でしょ、恥ずかしいんでしょ、うん、ほらちゃうわお前。ちゃう、方形やからとかじゃない。泰造は方形なんですよ。俺方形じゃない。でお風呂入るとき温泉のときにこう、僕さっき使ってたら向いてからこう一回こうして僕にちょっとポンポンってして見せて向けてるようで入ってるんですよ。いやもうそれ上がる頃には戻ってるんですよ。いやそれ分かるじゃないんよ、これ方形じゃないからなんでかって言ったら、いやほんまにちょっとあるあるとか言えへんよ。 DM ください、その大鳥三角堂が方形じゃないっていうのを。じゃあ送ってください、証明できる人も送ってください。だから賞金渡します。あ、もういい、全然いい、全然僕からそれは
なんかそれはちゃんとその代わり包茎じゃなかったらお前シャンパンおろしに来い。いや包茎じゃなかったら謝罪動画あげるっす。こうやって絶対あげるよ、はい、お前言ったぞ、すいませんでしたと、うん、ほんまにもう次の回謝罪させます。いや誰か DM 送ってください。俺のチンコ事情知ってる人手術してるやつ DM してください。手術してないよ。おじさんもびっくりしたやろな、40で包茎直しますみたいな。あほかしてない言うてんねん。めっちゃおもろいやん、もうこのダウンタイムこのダウンタイムで1ヶ月俺休んでんねやろ。アホやん、やめた方がええぞほんま。一番今働いてるキャスト、もうちょっと盛り上がったな。いや、おもろい。や伝説のホスト、包茎でも、だって酒飲めない包茎伝説のホストだからなんで包茎入れてんねん、お前。一般的な目で見たら普通にズル向けで、うん、すごくて、あのお酒飲める人が売れっ子だみたいな、やっぱ一般的な人だから目線やのに全部逆やもん。え、なんなん俺だと全部逆ってなんやねん。お包茎に仕立て上げようとしてくんなほんま。でも勇気でも7割の人は包茎って言うんで、ホストの 70% も包茎をしたらその子たちに分かった分かった分かった。じゃあ俺がもし仮に包茎やったら俺もう一個回作るわ、包茎のあなたへって言って。ああいいっすね、包茎に対して集まれみたいな、あのもうほんまげあの勇気出してほしいみたいな。俺その動画やったるわ。じゃあどっちが多いんですかね。でも売れっ子で言うと包茎とズル向け、どっちなんやろ。え、でも包茎って聞いたことはあんまなくない。僕めっちゃ聞くんですよ、うん、あれも包茎の子ってさ逆に出しがちやんな、お前茎を。いや逆に、いや僕包茎の子って陰キャ多いイメージあって、引っ込みじゃんというか、うん、人見知りなんかうちのどうなってるから。そういや、うん、でリズやってる時に、うん、ちょっとなんかみんないけてないなみたいな、うん、売り上げはある程度あるけどいけてないかなって、うん、お前らって聞いたんですよレクの時に、うん、95% 包茎やったんですよ。せやそれやつってお前切ってこいって。で俺も陰キャやから包茎、その統計がハマるわけやな。なんでやねんほんまに。あほかこれ一回やりましょうよ。これ包茎ちゃう。あでもそれはちょっと企画でやりたい。そのロケで男の声かけて包茎か包茎じゃないか聞いて、年間売り上げ聞いて足していくみたいな。めっちゃ包茎側なんで俺包茎側やろバホかお前うん、それやったらさあれ早漏と中漏もな、はいはい、じゃあもうセックスにうまいうまないないんよ。愛なんよそこは。愛があるかないかな、はいはいはい、それであとその現実的にその短すぎないか長いかの話で、なんか三浦さん寝ると起きひんのよ。でその1時間で出なあかん出ようって言ってんのに電話しても出えへんから、うん、鍵開けとけよって言ってんのに。でも壊ないその全裸の状態で果ててたら見ちゃうやん。やばいどうしよっか誰か行けよとかって言って行くねんけど、ちゃんと履いてんのよなんでかって包茎やがん違うわ違うわそこだけは固めてんねんお前隠さないと。そっかあ、そうやここそういえばさ真向かいの家明翔の家やったわ。真向かいの家真向かいのマンション明翔やどこどこの家。あ、おしゃれやなんか部屋暗いもうほんまになんか間接照明しか許さへん。もう全部電球通ってもうつけんなって言われた。あの白熱灯っていうの白いやつ蛍光灯な蛍光灯のやつあの白のあれダメみたいな。蛍光灯な打つんなんね。でもやっぱ今こうねお金稼いで思うんすけど、うんうん、おしゃれっすね三河さんね、うん、あいろいろインテリアとか見てそう、うん、あやっぱ最先端行ってたんやと思って。確かにな今壁紙変えちゃってるわ。へえ。今度見に今度家密着しよう。家ねあれあれあのまた買った100万ぐらいベンチみたいなカッチカチこんな椅子誰も座らん洗濯物並べとく椅子あの白いやつ白いやつ あれ壊れて足壊れた顔で寝かしてる寝かしてるけどあれまだ置いてるわ。なんか100万ぐらいする椅子急に買って誰も座れへんでもこんなカッチカチのなんか YouTube ってさどんだけ魂売れるかっていうとこあるやん、はいはい、だからもう家も公開しようと思って。おおいいじゃないですか行きましょう。で風呂のシーン撮ってさでだからなんで俺をあ抜かそうとか昔なんかさお前 AV 監督やぞ。一緒に住んでる時にお風呂に2個ついてたんやトイレも。あの俺の方の部屋はシャワーだけやったの。でも湯船の方は三河さんの部屋通らなあかんから入んなって言われてなかなか入れんくて、とある日になんか三河さん優しくてお風呂沸かしてあるからお前風呂でも使ってこいよって言ってくれたの。やったと思って浸かろうと思ったらベッタベタで風呂桶
何やこれみたいな、ビレンクって上がって何してんねんこれみたいな言ったら、あのバターオイルみたいな、じゃああのラッシュのバターボール、バターボールみたいな、ちゃんとその入浴剤まで入れてくれてたっていう、いたずらやと思ってたんやそう、もう勘繰りつけてた、これ何入れてんみたいな、もうじゃあ結構家でドッキリといたずらしかしてなかったからだからたまになんかあのシャワータイプやん、ほんまに、うんうん、だからちょっと風呂あの俺の部屋からしか入れへんし入りづらいやろなと思って優しさを見せたら勘ぐられたんよ。そりゃそうやん。しかもあれ500円する入浴剤やったと思うよ。知らん、言うてよ、そのベタベタするけどこれ入浴剤やでって言われても疑ってるけどなんか言いながら言うとったもんな、うん、いたずらばっかすんのよ。そん時ですね、あの東北の大震災、あそうやわね、あの三河さんち CD むちゃくちゃあって、ちってか部屋 CD 分からんのじゃん、 CD ってコンパクトディスク、レゲエとか、あ CD 分かるんですか、本棚の一面にあって、それだけ倒れてきたの三河さん押さえてて、俺の部屋何にもないから香水がパタンって倒れてるだけわあっときやばかったよな。でどうなるっつってパチンコ行きましたね、行ったな、バチ当たったな、どうなるかも分からんから、そうもうまだ何が起こってるか分かってなかったよな、一旦パチンコ行くかとかやって、だから多分俺らの世代って多分あれ災害世代なのよ、大震災、コロナ、コロナ、うん、だから災害世代、ね、また名言出んのかなと思って待っちゃった、いやもうそんないきなりバンバン出えへんあの時あれですよね、リーヤ君が、うん、その原子力のあれ届いちゃうから放射線が、うん、あの大阪戻りますとか言って2ヶ月ぐらい戻るとか言ってた時っす、ああ言ってたわ、言ってた、このままだ死んじゃうみたいな、なんか、うん、なんか一人生きようとしてたよな、なんせ生きながらやったタイプっすね、うん、俺はもういつ死んでも、いやでもちょっと今は死ねへんけどな、一回ちょっとリギア君かミカミカあたり呼んでみたいんだよ、ちょっと呼んでみる、うん、一回、はい、じゃあもう方形ということで、それちょっとまとめんなほんま、うん、DM だけね、あ、そうっす、そうっす、ほんまに、自分のことを包茎じゃないって立証してくれる、ちょっといや、ほんまにほんまに女の子、あの、熊のシーンに DM 送ってくる、ちゃんとか名前出すな、とか名前出すな、ちゃんとか名前出すな、言うてんね全部 P やじゃあ、ね、あの、熊のシーンの安定会ってことでね箸休め会になってるんかな、はい、うん、じゃあちょっと今度企画しましょうね、そのなんかそうしよう、いろんなホスト君巻き込んだやつとかやってね、もうちょっと業界広げる、そういう YouTube しましょう、もう、うん、もうネタないからあんまり、もう喋ることないなって思いながら今日言ったけど無限に喋れるな、はい、ほんま NG 多いんすよ、三河さん、いや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 、じゃあお前が NG みたいなことをぶっこんに続けていったら、いっぱいあるからね、うん、いっぱいあるもん、そんだけいろいろあったってことなんで、またやります、また見てください、じゃあまたね、熊野真でした、はい、ありがとうございます。